どうも、城のクリニック恵比寿院の宮本です。よろしくお願いします。今回はですね、肝斑についてお話しさせていただきたいと思います。ちなみに僕普段はこちらに医師としても働いているんですけれども、芸人としても吉本興業でシュンシュンクリニック P という名前でやっております。よろしくお願いします。今回は城のクリニック恵比寿院の医師宮本としてお話しさせていただきます。肝斑っていうのはですね、だいたい30代から50代の、女性に多いような、両側のほっぺたのこの胸骨のあたりですね、左右対称性にこうベタッとできるようなモヤモヤっとした茶色いシミのことを肝斑と言います。普通のシミみたいに境界がはっきりしてるっていうものではなく、ぼやけた感じでこうベタッとモヤっとするのが肝斑と言われております。先ほど言ったみたいに多くは30代から50代ぐらいの女性に多いと言われていて、これは女性ホルモンが関係していると言われております。例えば低用量ピルっていうものだったりとか、あとは妊娠だったりとか、そういうのをきっかけにここに肝斑が出られる方が多いので、女性ホルモンが関係しているんじゃないかと言われることが多いものですね。ただ女性に多いんですけれども、男性にもこの肝斑っていうのはできることがあります。僕も実際に肝斑あるんですけれども、ここら辺にもやっとしてるような感じのがあって、肝斑プラス老人性色素斑っていうのが合併するってこともよくあるんですけれども、なぜ男性に肝斑ができてしまうかっていうと、基本的には女性と同じような原因でできるんですけれども、肝斑ってはっきり原因が分かってないところもあるんですけれども、女性ホルモンの関係、あとは機械的な刺激、摩擦、言ったら擦るっていうことですね、擦る刺激が炎症になってしまって、表皮の下の方に基底層っていうところがあって、メラニンが作られてしまう、それが溜まってしまって、肝斑になるっていうようなものですね。擦るっていうことが最大の原因なんですけれども、あとは紫外線ですね。紫外線によって普通のシミと同じようにメラニンが作られてしまって、それが溜まってしまう、そういったところが肝斑の原因です。基本男性女性同じ原因ではあるんですけれども、男性の場合は特に外のスポーツ、ゴルフだったりとかテニスだったりとかマリンスポーツ、そういったところをされるときに日焼け止めを塗らなかったりとか、そういう方が多いのではないかと思います。美容好きの男子っていうのも増えてはいるんですけれども、やっぱりなかなか男性っていうのは日焼け止めを塗らなかったりとか、そういったところに気が回らない方が多いと思います。そういったところで紫外線とかの力で肝斑ができてしまうっていうことが多いですね。実際に僕みたいに肝斑ができてしまったらどういった治療をするかというと、大前提として擦らないってことが第一です。擦ることによって表面的なその摩擦が刺激によって炎症を作ってしまうので、洗顔する時だったりもゴシゴシ強く擦るんではなくて、優しく洗うようにする。例えば洗顔だったら泡を使ったもので、滑らかに押すぐらいの感じですね。皮脂が分泌がすごいところだけくるくるって洗うような感じにしましょう。擦らないってことが第一です。あとは飲み薬とか塗り薬でトラネキサム酸だったりとかビタミン C、ビタミン E っていうことを内服することですね。僕も実際に飲んでいます。トラネキサム酸、メラニンを作らせないようにするもの、あとビタミン C、ビタミン E、これは抗酸化作用があったりとか、メラニンが作られるのを少し抑制してくれるっていうものです。あとは塗り薬でビタミン C 配合のローションだったりとか、トラネキサム酸配合のクリーム、保湿クリームみたいなのがありますので、これを塗ると肝斑の改善に効果が見られるんじゃないかなと思います。実際にこの2つ僕も塗っていますし、内服も僕もしています。内服とか擦らない塗るっていうところを基本的にやりつつ、レーザーの治療を肝斑では行います。普通のシミに対する強いレーザーの治療だと、レーザーのパワーでより悪化してしまう、より黒くなってしまうっていう特徴というか副作用みたいなのが肝斑があるので、あんまり強いレーザーは使えません。その分低出力のレーザーを使うことによって肝斑のメラニンっていうのをこうじんわりと弱く破壊できるので、塗布、さらに擦らない、それに加えてレーザーっていうのを併用することによって、より肝斑の改善を見込めると思いますので、そういった治療法を提案させていただくことが多いです。あとはレーザーの他にもリバースピールっていうものがあります。リバースピールっていうのはマッサージピールっていうものに加えて、さらにいろんな薬剤が配合されていて、表皮上の方から真皮下の方まで全ての層に効きますので、メラニンの排出だったりとか分解っていうのを手助けしてくれるような作用があります。なのでリバースピーリングっていうのをすると肝斑にはすごく効果が見込めるんじゃないかなと思います。では肝斑に対して実際に治療していきましょう。
肝斑の治療予防対策としては、まずは擦らないということ、機械的刺激をなるべく避けるということ、あとは日焼け止めですね、紫外線を防ぐということがあります。あとは飲み薬でトラネキサム酸、ビタミン C、ビタミン E、塗るローションとかでビタミン C だったりとか、トラネキサム酸のクリームがあります。低出力のレーザー、キューヤグスイッチレーザーだったりとか、リバースピーリング、こういったものがありますので、肝斑の状態だったりとか、他のシミとの混ざり具合によって、患者さんに合った治療法を提案していけたらと思いますので、もし悩みがあったりとか、そういう症状で困っている方、お気軽に相談にいらしていただけたら嬉しいです。今回は肝斑についてお話しさせていただきました。肝斑は女性だけではなく、男性にも出るような疾患ですので、もしちょっとでも困ってる、悩んでいる方がいましたら、何かお力になれるようにこちらも提案させていただきます。少しでもお困りの方がいらっしゃったら、お気軽にご相談ください。